おはようございます。何かすごくいい例えでしたね熱水も温めればお湯になってお湯も熱すぎると気化してねなくなってしまうというねいやーそうなんですよねだから熱を上げ続けて大切だと思えば思うほど今度失うのが怖くなってその失った時の喪失感とかを想像して手に入れて楽しいはずなのに逆に不安に駆られるみたいなね ある34があるからこそ不安に駆られるとか家族がいるから家族を失った時の悲しみを想像していても立ってもいられないとかねさまざ、あ、まな形なんじゃないですかね。うんまあ、今回ね戦いということでこの一文字を作っていこうと思います。戦い,っていうのはうん何か生きるための戦いとか守るための戦いとかあと略奪攻めるための戦いとかね様々あると思うんですけども全員が勝つ戦いってありますかね 私はこれビジネスだと思うんですよ。これビジネスは全員が勝てるんじゃないですか例えばカフェに行って原価が30円のコーヒーを300円でお客さんに売ります。お店側はお金が増えるという勝利を手にするわけですよ。じゃあお客さんは300円取って払ってぼったくられたのそんなことないですよね。300円のコーヒーに美味しさとゆとりと格式とかその空間とか時間を まさに貸し取るることがででできるわけですよ、たったっ300円で自分で一からコーヒーを飲もうと思うと大変だけども気に入った時にコーヒーショップに行って300円払えば安々と300円のコーヒーが手に入るこれも勝利かなと思うんですよあらゆるところでそれが起きるのがビジネスなんじゃないかなと思うんですよ負けることがあるとしたらビジネスをしないっていうことでまあ敵前逃亡ですよね言ってらっしゃ